兄弟弟子を殺すくらいだ。強くなるためなら手段は選ばない。親父の仇を取りに来るな。どんな手を使っても。金を動かしたことを、このことがギースさんに知られたら、どっちかな。命が危ないのはミューズのバラって呼ばれてるんだって。一度味わってみたいと思ってた。んー、ごめんだわ。バカめ、お前みたいな安い女が上品ぶってんじゃねえよ。まだ殺せない。クズが。伝説によると、今から1800年前、人類滅亡を目論み、全てを無に帰そうとした魔人オロチとその手先、八血衆は、三種の神器と呼ばれる草薙、八坂に、八田の一族によって封印された。三種の神器は三族の末裔に分けられ、今も守られている。大々的な発表イベントまで開いて力が入ってる。次はもしかして。こっちに目線お願いします。笑顔で。素敵。見せてください。I love you! Thank you! Thank you very much! 大会の参加者はこちらでサインをお願いします。おい、女神が来たぞ。女神だ。なんだ、芸能人でも来たのか。あれはアテナ。アテナ。こらこらこら、手出すな。触ろうとすな。
えらい人気だな。うん、調子はどうですか。へえ、今日見ろよ、面白い白ひげじいさんがいるぜ。行って。バカ野郎、あのじいさんは中国憲法の達人で名はチンゲンサイだ。アテナさん、今度の大会優勝できそうですか。今の心境は。どうも、チームメイトの二階堂ベニマルと大門五郎です。どうも、お久しぶりです。堅苦しいのは抜きだ。一緒に出られて光栄です。よろしくお願いします。いやー、わしはな、そこにいる弟子たちに経験を積ませるため来たんじゃ。よろしくな。お忙しい中、会場に来てくださったんですね。決まりね、優勝はアテナよ。間抜けそうな軍人。今回って結構強そうなやつが多いな。おまけにアメリカンスポーツチームも出るって話だぜ。でもまあ、この俺様が倒しちゃうんだけどね、一人残らず。テンション上がるぜ。それじゃあ次はリングで会おうじゃないか。その時はくれぐれもお手柔らかに頼むよ。いや、こちらこそよろしくお願いします。アイさん、なんか緊張する。ダメダメ、弱気は禁物よ。女の子はもっと自信を持ってカメラの前に立てなきゃ。最高の武器を見せつけてやるの。ほら、行くわよ。ユーリー。あ、ん？このバカ娘、家に帰るぞ。私はもう大人、指図しないで。ロバート、お兄ちゃんの肩なんか持ったら絶好だからね。ロバート、お前どっちの味方だ。せやかてりょう、落ち着いて、花さんと。ピー。何？おい、ちょっと待って、ユリ。おい。うん、なんて大きいの。はい、お嬢ちゃん、前見て歩かねえと血見るぞ。ほら、いい子にしてないと怖いでやすよ。はあ、武器を持ち込んでいいのか。お前たち、また何かしでかしたんじゃないだろうな。どう笑ったりするもんじゃない。カメラカメラ。気づかったんだ。よし、元凶悪犯を二人連れて参戦だぞ。おい、何をやってる。参加の受付に行くぞ。分かった。お話いいですか。テコンドー界最強の格闘家であるあなたがどうしてまたあんな個性的な二人と組んだんですか。私の弟子だからだ。元は悪人でも修行して立ち直れば正しい道を歩める。でもかなり重い罪を犯したと聞いてます。そもそも KOF への参加資格があるんでしょうか。それは主催者側に聞いてください。すみません、あの会社参加資格はあるんですか。行くぞ。本当に何を言ってるんですか。
まさかてめえらまで出場するとは思わなかったな。おいこら、主催者なんだよな。わざわざサウスタウンまで来て KOF に出てやろうって俺たちにそういう態度でいいと思ってんのか。そうそう、今のはちょっとないんじゃないかな。マスコミの前で選手を侮辱なんて。なあ、みんなもそう思うだろう。こっち見て、こっち見て。あのビリーさん、マスコミの前で下手な騒ぎを起こしたらギース様の計画に支障が。いやだな。自信のほどを聞いてみただけですよ。どうぞサインを。え、なんでここに。いいじゃない、あなたも出るんだから。でも、分かったから早く帰れ。なら約束して、これからはどこへ行くにも必ず私を連れて行くって。はあ、手荷物じゃあるまいし。うるさい。ひどいわ、あなたにとって私は手荷物一家ってことね。何？そんなこと言ってないし。でもそう思ってるんでしょ。なあ、話を聞けよ。言い訳はもういい。分かったよ、俺が。お前らさ、とりあえず落ち着いたらどうかな。部外者は黙っててちょうだい。レニマル、ヒーローの出番だぜ。美女を助けろ。あ、でかい。それにビューティフォー。おいおい、そこの兄ちゃん、そこのナイスバディちゃんに、じゃなくてお嬢さんに何してる。マイ、いい加減にしろ。ほっといてったら。美人さん、怖がらなくていいよ、俺がついてる。イケメンさん、お名前は。そうだ、何者だ、ホウキ頭。そうそう、どっから湧いてきた、ホウキ頭だと。このクセ野郎、てめえにホウキ頭呼ばわりされたくねえ。なんだよ、てめえらやんのかこら。俺に殴られたくてちょっかい出してきたんだろ。ちょっかい出したのはそっちだ。殴られたいのはお前の方だろ。本当はビビってんだよな、目が泳いでるぜ。そっちの綺麗なお姉さんもお前なんかお呼びじゃないってさ。ちょっと、あんたさ、主催者なんだろ。友達が揉めてんだ、なんとかしてくれよ。ぜん、半年前、アメリカ軍にとって未知の危険元素を含む黒鞘が盗まれた。これにギースと KOF のスポンサーである R が関与しているらしい。 KOF に出るのは危険だ。できるだけ早くサウスタウンから離れろ。心配ない、私がきれいに始末する。命令を聞き続けなければ生贄から逃れられる。デリーを始末しろ。